こんにちは、ラモル TV のママでございます。今日はですね、なんとモルちゃんが生まれました。パチ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 。産んだのはですね、今実は3匹、モルちゃんが妊娠したんですけど、一番最初に産んでくれたのがキクちゃんでした。というわけで、キクちゃんの赤ちゃんを今日は見せたいと思います。それではどうぞ。じじじじゃーん、かわいいねー。クリームの子がニモルちゃんだと、今キクちゃんの真下に隠れているのが白い子がイチモルちゃんいます。結構お腹パンパンだったんで、何モル入ってんだろうと思ってたんですけど、サモルちゃんでしたね。めっちゃかわいい。本当にかわいい。もう、どのモルちゃんもね、赤ちゃんの時かわいいんですけど、ロシアンのモルちゃんはだんだんこう、色が出てくるのがすごいかわいくて、なんかすっごいぶっ倒れてるけど大丈夫ってこと。あ、白い子出てきた。白い子出てきた。今ね、まだ生まれてから、夜中のね、1時ぐらいに生まれて、今夕方の4時なんで。ちょうど15時間ぐらいか。生まれて15時間ぐらい。はぁ、かわいい。キクちゃん顔怖いよ。でもおっぱいね、自分で刺激してんのかな。もうクソかわいい。あ、クソとか言っちゃった。めっちゃかわいい。たまらん。もうこのうっとり顔、なにこれ。めっちゃかわいい。ね、ちょっとかわいそうだけど、生まれて、すぐなので体重をね測っていこうかなと思います。はい、体重測るときはねこんな感じの。うちはタニタのねこんなん使ってますよ。2キロまで測れんのかな、多分。モルちゃんなかなか2キロ行くことない。あ、キクちゃん来たの。キクちゃん。ママから行く？いいです。私はいいです。はい、じ1モル目。90グラムかな。90だな。いや、やだ、やだ、やだ、ごめんね、やだね。あ、やだ、やだ、はいはい。よかった。よかったよ、ごめん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 、よかった、ごめん。はい、次の方、どうぞ。ホワイティな子は、92かな ?3?2 かな ?2 だね。はい、ありがとう。次の方、はい、失礼します。あ、すっげーあんじゃん、101だね、101。すごい、101もあんの、あなた。みんな大きめだね。みんな合わせて284。みんな合わせて284。あ、かわいい。キクちゃんが、キクちゃん困ってるね。どこ行ったんすか。かわいい。かわいい。お母さんとこ帰ろっか。はい、下ろしたら速攻ママの下に入っていきました。なんかね、今見た感じだとみんな女の子な感じがした。珍しい。なんか我が家いつもね男の子ばっかり生まれるんですけど、女の子だったね。めっちゃ見てる。うん、やめてよって言ってる。なんかさっきちょっと見たらね、自分でチモシーとか加えちゃって、すでに食べようとしてる。早いよね、モルちゃんは。かわいい。ね、これからもちょっと、しばらくね、
成長を見守っていけたらと思います。あ、かわいい、クシクシしてる。かわいい、何そのクシクシ、かわいすぎんでしょうよってな感じで。下あ、ひくちゃん来た。それでは、この動画が良いと思った方はグッドボタンにチャンネル登録、コメント欄にコメントもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ママと、キッチンでした。久しぶりにやったね。バイバイ。